聞いていい？はい。この、ここのさ、うん、この調整って、何なんですか？この4つ穴の調整って。基本的に一番上が、はい。純正ロータリーを使う場合。あ、そうなんですか？はい。で、2番目、3番目が、その純正以外を使う場合。2番目、3番目が。はい。はい。で、4番目は、なんだっけ、牽引か何かで、まあ、持ち上げないで使った、転がして移動したりするのに使ったりする場合にそこだったと思いました。例えば、麦踏みローラーとかで、今お使いいただいている麦踏みローラーは、このロータリーにつけて持ち上げて引っ張ってこ、持っていくものじゃないですか。うん。そうですね、牽引で、言うなれば、リアカーみたいにゴロゴロゴロと引っ張って転がしていくだけ。そういうのを使ってる方で、こういう3点で引っ張るような引っ張り方をする機械を持っている方はそこにつけたと思いましたね。そういう使い方の違いなんだ、ここ。俺いつも不思議に思ってた。一番上が、純正ね。はい、純正ですね。ここが、純正以外。以外ね。はい。なるほどな。だから位置を間違えると、当然これが、角度が変わるわけですから、うん、そうですよね。持ち上げた時にロータリーが言うなれば普通にこの水平でうなってるわけじゃないですか、うん、これが持ち上げた時に本来こういう角度になって、うん、後ろがね、うん、丸見えになるような状態で持ち上がるのが普通なんですけど、うんうんうん、その位置を変えるとこうやって持ち上がっちゃうような状態。あー、そっかそっか、うん、でそれでなぜまずいのかっていうと、あぜを登ったり降りたりするときに、後ろの歯が、後ろがこう上がってないと、降りたりするときに、まあ、いわゆる地面引っかかるんですよね。このまっすぐの水平のままで降りちゃうと。で、それを抑えるために、後ろだけがわざと持ち上がって、地面とかにかすらないように、というふうに調整してあるものなんです。あれ、そうすると、ここの穴もそうなんだ。そうです。そこも変わってきます。ここもこれは純正ですよね。純正です。ここ純正ですか、じゃあ、ここ。そこが純正になります。あ、そうなんだ。はい。ここは2本か、2個かな、穴が。そうです、穴が2個です。純正規格外。そうです、そういうことになりますね。あー、そういうことなんだ。純正のロータリーを持ってて、白柿のロータリーとかは別のね、メーカーさんの持ってるって方も、早々にはおられないんですよ。ここは関係ありますか？この、こっちのリンクは。あ、こっちのそこの穴も変わってきますよ。ここは？そこもだから、一番下が、うん。一番下が純正のロータリーの穴だったかな？あ、これもそうなんですか？ここの三つも。そう、それも変わってきます。はぁ、これが、どっかが純正なんだ。そうです、そうです。一番上だったかな。一番下だったかな。で、それが、穴位置が変わることによって、ロータリーの降りる深さも変わってくるわけです、当然。あ、そうなんだ。はい、で、新しい、トラクターとかの場合は、そこのところにシールが貼ってあります。あ、そうなんですか。うん、純正ロータリーとか、純正以外。あ、うん、そうですか、うん。シールが貼ってあるはずなんですよね。勉強になるな。